父さん、母さん、お元気ですか？大変ご無沙汰しています。カズマです。前回からずいぶん時間が経ってしまいました。安心してください。僕は元気で今も冒険者をやっています。異世界へ来たあの日から本当にいろんなことがありました。馬小屋で寝たり、力仕事をしたり、借金をこさえたり、魔王軍と戦ったり、まさか人生でそんなことが起こるなんて夢にも思っていませんでした。でも意外となんとかなるものですね。だって僕には仲間がいるから。水色の髪と美貌を持つ女神は今も支えてくれています。いつも元気にありがたい助言をくれるんです。可愛くて頭のおかしい魔法使いは毎日驚かせてくれています。とても元気にクレーターを作ってくれるんですよ。凛々しく高貴なクルセイダーはずっと守ってくれています。やたら元気にモンスターの群れに突っ込んでいくんです。冒険仲間や素敵な友人も増えました。仕事も生活もとても充実しています。本当です。そういえば一つ新しい報告があるんです。モテッキというやつがこの僕にもやってきました。え、信じられないって。そうですよね、自分でもびっくりです。びっくりしすぎて最後は命がけでしたけど、本当に忘れられない出来事になりました。今僕は冒険者として腕を上げながらみんなと賑やかに過ごしています。でもそんなモテ期があったせいか、楽しい毎日の中で最近ふと考えることがあるんです。自分はこのままでいいのかなって。もしかしてこれが大人になるってこと？いえ、柄にもないことを言ってしまいました。僕はこの世界で強く生きていきます。この素晴らしい世界で。だから心配しないでください。カズマより。この素晴らしい世界に祝福を。